今日の私のテーマは、どの人工股関節手術法が良いのかということがテーマになります。事前に質問いただいたんですが、それを見ますと、やはり悩んでいる方がいらっしゃいますので、今日は特にそういった方たちにお答えできるはずです。ではまず股関節ですね。股関節というのは右と左と左右あります。骨盤とそれから大腿骨からなる関節です。2つの骨からなっております。で、骨と骨との間には軟骨があって、スムーズに動く、痛みがなく動く、しっかりと体重を支えることができる、そういう関節です。で、股関節がなぜ大事かと言いますと、非常に負担がかかる関節なんです。場合によっては10倍ぐらいの負担が加わります、体重のですね。なぜかと言いますと、筋肉の収縮した力が加わるので、結果として体重の何倍もの負担が加わる。股関節の痛みの原因にはいろいろあります。腰から来る痛みと股関節そのものから来る痛みがあります。で、特にその中で多いのが、一番上に書きました変形性股関節症という、この病気です。で、どういう病気かと言いますと、軟骨の摩耗損傷、骨の変形があるということ。進行期になってくると、ここの軟骨のところの隙間がなくなってくる。そして末期の状態ですと、もう全くない、骨がかなりいびつになる。で、骨の中に穴が開いてくる、骨嚢胞と言いますけども、典型的な末期の状況。残念ながらこの病気はこうやってどんどん悪くなってきてしまいます。やはり痛みがあるから治療が必要になりますけども、大きく分けて手術をしない方法と手術をする方法と2つあります。で、運動療法ですね、いわゆるリハビリ、筋力訓練、筋力増強訓練ですね。そしてストレッチ体操で、ここで勘違いしてはいけないのは、こういうことをやってて変形性股関節症が治るかどうかということですけども、残念ながら病気自体を治すことができないんです。じゃあ進行を予防することができるかということですけども、これも残念ながら予防はできないですね。ただ病気が治らなくても、進行を予防できなくても、ここの周りの筋肉を強くすることで股関節が安定するので、ね、痛みが楽になる場合が多いです。ただ痛みが楽になって、それがいつまで続くかっていうのはちょっとわからないところですね。でもとにかくやった方がいいんですね。そしてマッサージとか温泉とか超音波っていうのはありますね。一時的に痛みは楽になっても、長い期間見てそれはどうなのかっていうことで、なぜかというと根本的な治療ではないからです。で、お薬です。いわゆる痛み止めっていうのは病気を治しているものではないです。本当に痛み止めです。毎日ずっと続けると、やはりいろいろ副作用出てきますね。特に多いのは胃腸障害です。だいたい3割以上の方が何らか副作用が出てしまいます。ひどくなると吐血といって血を吐いちゃったり、そういうようなとこまでいきます。ですから、あまり長期に使っていいことはない。で、長期に使っていいことはないことの理由の一つがこちらです。むしろ病気が悪化するリスクが高いんですね。あと、例えば右の股関節、変形性股関節を放っておくと、次どうなってくるかというと、膝にも負担きますから、膝の軟骨も傷んでくるし、腰の方もそれに応じて、いわゆる側弯といって曲がってきたりとか、そういうようないろいろ出てくるんで、やっぱりいいことは残念ながらないです。あと、もう一つ、いわゆるサプリメント、薬じゃないからサプリメントだといいんじゃないかというふうに思いですけども、実はあまりこれもはっきりとした医学的な科学的なデータというのはありません。ですから、そういう質問に対して、私はご自身の判断でそれを飲んでいただいてもいいし、結構高いですからね、飲まなくてもいいんじゃないでしょうか、というような説明はいたします。そして手術ですね。大きく分けて2つ、先ほど骨切り手術と人工股関節手術と言いましたけども、40歳以下で病気の程度が軽い方は骨切り手術、45歳以上で病気の程度が重い方、軟骨がかなり傷んでいる方は人工股関節というのがおおよその巻き方になります。人工股関節ですけども、こういうものですね。カップと言われてみる、骨盤側に入る人工股関節、そしてこちらが大腿骨、こちらの骨の中に入る人工股関節の部分、この組み合わせです。こんな状態で見えるわけです。痛みの部分を全部切除しますから、痛みが楽になるんです。患者さんの満足度と1位2位を争うぐらい非常に有効的な治療になっています。じゃあ、どのぐらい手術してから歩けるようになるのかというと、この方は翌日の動画ですけども、私のところで手術受けた方、午前中手術受けた方はだいたい夕方ぐらいからもうリハビリを始めて、可能ならば歩行器とか杖を使って歩いていただいたりすることをします。
で調子がいいと杖を使わないでもあることができる。非常に回復が早い治療ですね。アメリカとかヨーロッパの医療先進国ですと午前中手術をして夕方に帰るという日帰り手術の比率がどん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 増えてきちゃってますね。まあ、もちろんその後退院した後もリハビリテーションユニットでリハビリテーションを行ったりとかするんですけども、はい、退院までできる、1日でできる、そこまで今発達してます、進歩してます。じゃあ人工股関節、実は手術法がいくつかあります。ネットで調べるとこの言葉が出てくるんですね。後方侵入、前方侵入という言葉、はい、でこれどういうことかと言いますと、断面図で見ますとね、ここに股関節があって前、こっち前ですね、前からこういうふうに入っていく、少し横から入っていく、そして後方から入っていくと。ですから傷の位置で分かりますね、どういうような手術をしたというのが。これが人工股関節をやる方法のいくつかです。前方侵入法がいいというドクターあるいは病院の主張はこの4つですね。まず筋肉切らないですということですね。2つ目、脱臼率が少ない。人工股関節というのは残念ながら非常に少ない頻度ですけども脱臼という合併症が起こることがある。その脱臼が少ない。そして手術後の回復が早い。で最後に、手術後の行動制限がないという、まあ、この4つですね、論点は。それで、まず私の立場から言うと、私は後方侵入を MIS で行っているそういうドクターです。はい。それで、こういう前方侵入、まあ、私もねこんなに本当にこう言ってる通りなのかというようなことでいろいろ検証し過去の論文とかを見まして、ではまず前方侵入法は筋肉を切らない、本当に切らないのということ、これは私も疑問に思います。前方侵入法では大腿筋膜張筋、腸腰筋の筋縮が進み筋肉量が減少したという。そして、21例中12例、まあ、半分以上ですねの短外旋筋群、これ短外旋筋群というのはちょうど股関節の後ろ側にある筋肉で、動きとしてはこういうふうに外側にこういうふうにね開く、それを司る筋肉です。これをが切除されていると。前方侵入法ですよ、これ前方侵入法は筋肉を切らないと、特にこの短外旋筋を切らないというのを売りの一つにしてるんですけども、実は半分以上筋肉を切っていると。そして内閉鎖筋、離上筋というのもこの短外旋筋ですけども、筋肉の量が減少してて手術後1年経過してもその量は回復していなかったと。まあ、これはね MRI 検査をして手術後に検証したんですね。ですから、切らない切らないと言ってるんですけども、実は、まあ、理論上は切らないでもできるはずですけども実際は切ったりするということもある。もちろん私前方侵入法の手術を見たこともあります、実際見たこともありますけども、要するに筋肉の間から切らないで入るからということで、あの人工関節をね、大体重さ300から350グラムありますけども、それを入れるためにどうするかというと、その筋肉の間のその筋肉をね、広げるんです。ぐっとね、思いっきり広げる。じゃないと入らないですから。そうするとどういうことが起こるというと、まあ、皆さん肉離れ想像すればいいんですよね。筋肉を思いっきりこう引き伸ばすわけですから、筋肉の繊維ってこういうふうになってますから、それが断裂してこうやって広がるわけですね。ですから損傷を行うんです。それでもやりにくい場合はどうするかというと筋肉切っていくんです、うん、そして人工関節を入れやすい位置に持っていくというのが実は前方侵入なんですね。ですから切らない切らないと言ってて、じゃあ実際は全部切ってないのかというとそんなことはないということなんですね。もうこういうのも検証されています。脱臼率に差があるかということ、まあ大きな合併症の一つで脱臼というのがあります。まあ、こちらちょっと手で示しますけども、カップと言われている受け皿と大腿骨についている骨頭というのがこれがこうなってしまうのが脱臼ですね。前方侵入の売りの一つがその脱臼が少ない、あるいは全くないというのが売りにされております。医学系の雑誌ですね、ちょっと2つをまとめましたけども、これ見てください。2021年2019年にもうすでにこういうのが発表されているんです。脱臼率は前方侵入法と後方侵入法において差はない、人工股関節の不安定性に外科的アプローチは影響を与えないとポッとこう書いてるんですね。
実際その脱臼しない脱臼しにくいと言われている前方侵入の脱臼率と、後方とか側方とかその脱臼率っていうのは差がないんです。脱臼も大きく分けて前側に脱臼するのと後ろ側に脱臼するっていうのがあるんですけども、前方侵入法の脱臼の半分以上は後ろ後方に抜けちゃうんです。切らない切らないという筋肉の方に脱臼するというのがデータとしてあります。まあ、いろいろ理由はありますけども、やはり脱臼というのは人工関節を使っている以上残念ながら避けられない。じゃあ次ですね、手術の回復が早い、本当にどうなのかということですよね。手術後初期の機能的結果は3週間から12週間の時点で前方侵入法と後方侵入法で同等であったと。それから違う雑誌では前方侵入法と MIS 後方侵入法、この MIS 後方侵入法が私がやっている方ですけども、との間には優劣がなかった。 MIS 後方侵入法は前方侵入法に比べて2週間後に歩行補助具、まあ、杖とかですね、歩行器とかありますが不要になり、8週間後に運転や仕事に復帰する患者の割合が高い。まあ、こういうのも追跡調査をしてこういうことを言ってるわけです。まあ、ある意味そういったデータをもとに言ってるんですね。だから優劣をつけるっていうことが、まあ、通常はできないんですね。こういうような術後の回復という一点を見ても。じゃあ術後の回復に影響を与えるものは何かということですね。これも2015年の結構前でしょ、8年前の論文で、もう僕もねこの意見に大賛成で、手術法以外の要因、例えば丁寧な疼痛管理、患者の選択、手術の件数と経験、まあ、これドクター側から言うことですね。あと慎重な術前計画、迅速なリハビリプロトコルなどがより重要であると考えられると。ですから、ここで一旦結論として出すのは、そういった手術方法で決まるものではないということですね。もうトータルとして全体として、患者さんの回復を早めるというような、まあ、言ってみればチーム医療が大事ということで、手術方法に全部それを理由として挙げるのはいかがなものかということです。はい、手術後行動制限はしなくても良いのかと、これ2015ですね。これも高い活動レベルは無菌性緩みと関連があり、衝撃の伴うスポーツを行っている人は無菌性の緩みのリスクが高まる可能性がある。この緩みっていうのはどういうことかというと、実は人工関節今はもう非常に良くなりましてね、人工股関節だけを見れば半永久的なんです。ところがそれを支えている骨が痛むんですね。で特に激しい運動ですね、野球、サッカー、バスケットボールとか飛んだり跳ねたりとかね、走ったりとかっていう、そうすると人工股関節自体はいいんだけども、それを支えている骨が傷んできて、人工股関節と骨の間に隙間が出てきます。これが緩みです。そうすると人工股関節が骨の中で動いてしまうんです。こんなグラグラじゃないですね、ほんのちょっと動く。でもその動くときに痛みを伴うんです。でこの緩みが起きてきた場合は、残念ながらいくらリハビリをしても薬を飲んでも治すことができないので、再手術が必要になります。人工股関節を長く良い状態を保つためには、人工股関節自体にデザイン上の制約があるので、ある程度の行動制限は必要であると。例えばね、高血圧の方、あるいは糖尿病の方にお薬を使って、血圧が正常だ、血糖が正常だ、正常だから何を食べてもいいとかね、アルコールはどんどん制限なく飲んでもいいと、タバコ吸ってもいいとか、そういうふうに指導するドクターがいて、そのドクターの言うことをこれからも信用していけるかどうかの問題ですよね。やっぱりこういう薬とか治療を受けてても基本的な注意はしなければいけない。やはり適度な運動を心がけましょう。食事は、コントロールしましょう、あるいはアルコールは控えましょうとかね、そういうことを言うドクターのが私は正しいんじゃないかと思うので、私はそういう自分の信念に従ってこういうことは言うようにしています。でも最終的に判断するのは患者さんご自身だ、そういうふうに、立場です。
それで今までね、前方侵入法を主に中心して述べて比較してきてますけども、実はもうこれ結論が出てるんですよね、ずっと前からね。これ変形性股関節症診療ガイドライン2016ですね、今から7年前に日本整形外科学会というところから出しているガイドラインなんです。でそこにねもう明記されてるんですよね。手術侵入法による臨床成績に差は認められない、手術侵入法前方後方側方では卓球率に差は認められないということを学会の公式の本に、ね、明記されてるんです。ですけども未だやっぱり前方がいいというドクターはやっぱり残念ながらいらっしゃるんですね、はい、そして日本だけじゃないんです、まあ、ちょっとこれはアメリカ整形学会のガイドラインですね、まあ、日本語に訳してあれは人工股関節置換術を受ける患者には手術侵入法に関する臨床的な優位性はないと明記されています。ですから学会のまあ、見解でも、まあ、学会もそれこういうようなものを出すときっていうのは今までいろんなことが世に発表されてますけども、まあ、そういうのは全部調査して質の高い研究からこういう結論が出てるわけです。でこれもね、あの前方侵入法をやってるドクターのホームページのこういう表まで作ってくれて比べてるんです。なぜこういう表を出すのかなと思っちゃうと、要するに自分は難しい手術をしている、それをしているんだというような優位性を出そうとしているのかなというんです。むしろ私この表を見ただけで技術レベルがそんなになくても安全に安心に正確に人工股関節を設置する方法を選びますね。私ならねやっぱり絶対失敗はしたくないという気持ちが一番強いです。ということで前方侵入いいと言いながら短所もいくつも報告されています。まず前方侵入法は後方侵入法に比べて手術に伴う合併症発生率が高い。前方侵入法で行われた手術は大腿骨ステムの緩みと骨折の再置換率が高い。あるいは前方侵入後の外側大腿神経麻痺は頻度が高い、約平均は 31%。 この麻痺ってどういう麻痺かというと、太もものこの外側ですね、ここを触ると鈍いとかあるいはビリビリしびれるとか 30% なんですね。報告によると 80% という出しているところもあります。かなり神経麻痺の発生率は高い。でもそれもねあまり言わないんですね、はい、まあ、全くと言っていいほどいいでしょう。あと前方侵入法は非前方侵入法よりも感染になる確率が 2.2 倍高いと、まあ、こういうのもねたくさん発表されてるんです。合併症というのはね手術に伴ってこういう脱臼とか骨折とか感染とか緩み、これ合併症と言います。この2019年の論文では、まあ、5つの手術を比べています。3570年、結構でしょ。あと2年間もずっと追跡調査をして、それで前方の合併症発生率が一番多くて 8.5%、 結構多いですよね。後方は 5.85%、 やっぱり差がある。それから脱臼もしないしない、あるいは少ない少ないと言っている前方侵入法と後方侵入法は、まあ、ほとんど変わりがないというようなデータです。 JAMA っていうのが、世界の4大医学雑誌の一つで非常に質の高いものしか出さないと言われている。結構厳しいんです掲載するのね。そこに2020年に出てた論文で、これも前方侵入法と後方または側方とこれ比べてます。2つのグループを、それで1年間追跡して手術合併症は前方侵入法は 2%、後方または側方侵入は 1% で前方侵入のが統計学的に優位高い。そして前方侵入法の脱臼は後方または側方に比べて2倍多い。入院期間は両者ともに、まあ、2日間、これ確かカナダの論文でね、あちらは短いんです。こうやって2日、手術した翌日に退院っていうそういうようなプロトコルですから、まあ、こういうような質の高い研究でもやっぱりこういうことが言われています。これは私のところのホームページです。私もやっぱり残念ながら手術に伴う合併症があります、隠すつもりはないです。これ2022年、去年ですね、565例、私手術いたしましたけども、まあ、脱臼もあります、残念ながら感染もあります、骨折もあります、神経麻痺もあります、あります。大体 2% 弱ぐらい、ですから 1% か 2% というのはかなり少ない合併症ですよね、ある意味で、ね。
これはホームページに全部、その前の年の分も含めて全部公開しています。中にはね、これ出さなかったですけども、後方侵入は古い手術法だと言っているところもあるんです。でも実際前方侵入っていうのはもともと1910年代に出された手術法なんですね。後方侵入が歴史的には実は新しいと、まあ、でも前方侵入も後方侵入も他の手術法もやっぱり改良されてきて今の形になったということです。でなぜかというと、まず MIS が普及したということ、で切った筋肉腱は必ず修復するということ、インプラントの進歩により、これ大きいことを使うと脱臼率が下がりますから、これができるようになった。やっぱりインプラントの進歩も大きい、あとナビゲーションというコンピューターシステムを使うことによってより正確に設置することができるといったようなことで、やっぱり進歩していくんですね。したがって、やっぱり以前とは違うというところがあります。まあ、特にねこれ大きいんですね。これ切除筋肉は後方侵入はこれやるやらないで脱臼率がね5倍から10倍違うんです。それだけ安全にできるようになったと。今日の結論です。後方侵入法、前方侵入法はそれに伴うリスクや合併症があると。人工関節置換術の選択は患者個々の要因、外科医の経験、そして共有された意思決定に基づいて行うべきものであると。じゃあどこで受ければいいんだということになりますよね。前方侵入でも後方侵入でもどれでもいいならどこで受ければいいんだと。執刀医の手術件数が増加すると脱臼率の低下、合併症の低下、入院期間の短縮、それに伴ってコストが削減するということです。まあ、これは万人が認めていることです。やっぱり経験値が多いドクターの方が安全に確実に手術をすることができる。すごいでしょ、この数値が。対象として1万8793人の整形外科医が3744の病院で合計89万7380件の手術したと。そのデータのまとめですよ。アメリカの結果データですね。まあ、脱臼骨折も含めて少なくすることはできるけれども、ある程度以上になると、まあ、それがこの研究で年間260件の手術なんです。超えると横ばいになっちゃうということです。ですからすべからく整形外科医ドクターは年間260件以上の手術を目指すべきというんですが、260件というのは結構な数ですよね。質問が事前にこちらの方に送られてきましたので、はい、症状が どの程度になった手術を受けたらよいのか。痛みってやっぱり個人的なものですから、やはり痛みがないときはこれぐらいできたのが今これぐらいしかできないのかとか、そういったところから判断してね、やはり障害が出てるなと思ったらタイミングではないでしょうかね。で手術を受ける年齢は少しでも遅い方が良いのか、この先痛み我慢して1年2年5年我慢するのかというと、残された人生考えたらそれはないだろうというふうに思うようになってきました。ですから年齢は僕は考えなくていいと思いますけどね。で我慢して、まだ痛みを我慢して良くなる病気なら我慢する価値あると思いますけども、痛み我慢してむしろ病気は悪化するならば、だったらその時でいいんじゃないでしょうかというふうにお答えします。この他にもいろいろご質問いただきました。はい、たくさんあるんです。ちょっと一生書いて、これは私ブログで、全て、お答えしたいと思いますので、私のブログもぜひご覧になっていただけると、後日それに対してお答えいたしますので、ぜひご覧になっていただければと思います。半ばは自己の幸せを、半ばは人の幸せをという、まあ、私少林寺拳法を修行しているということを最初にお話ししましたけれども、少林寺拳法の教えの一つがこれなんですね。非常に好きな言葉で、私のクリニックの診療理念の一つにこれを挙げています。やはり、いらっしゃる方、患者さんの方々は幸せになってほしいけども、やっぱり自分のことも考えた方がいいでしょうということで、自他協力とも言いますけどもね、この理念で、やっております。